な戦いのどこに正義がある。せいや、俺はどんな戦場だってこれまで生き残ってきたんだ。互いの理想が相入れぬなら正々堂々と戦うまで、これで終わりだ。野郎だぜ。言葉も持たぬ者に理想を語っても無駄というもの、受けてみよう。大決断。敵だというのなら刃を交えるのみ、受けてみよう。大極限弾。ここまで集隊をさらして黙って引き下がることはできん。お前たちが我が理想に賛同するとは思わぬが、その魂ごと燃やし尽くしてやる。剣法火炎斬。死をも恐れぬ修羅か。よかろう、受けてみよう。剣法火炎斬。闇の力に溺れるな。今こそ世は天となる。貴様の命運もここで尽きるのだ。これが天の力だ。天法極炎輪。これが曹操、これが天の力か。引け。お前たちのやっていることは正義じゃない。今だ、受けてみろ。このクソ野郎が。手を出すな、みんな。あいつは俺が止める。受け継いだこの固定刀で。今だ。あえて刃を向けさせてもらうぞ。行くぞ、我が一族の奥義。
王女十連覇奴らの力を過小評価すると命取りになるな。互いに譲れない思いなら俺は剣を抜くしかない。見るがいい。これが虎の一撃だ。王女十連覇父上と兄さんの仇よく覚悟。この俺も炭鉱の魂を継ぐ者だ。貴様も俺と戦う資格があるようだな、尊賢。人の命を奪う死は今ここで俺が倒す。固定塔に宿る古行の魂よ、俺に力を。もし狙いがずれたら、ううん、やらなきゃ。吸妖鬼様が相手よ。怖え吸。父上、孫作兄さん、二人の仇は私が討つわ。これが私の生み出した技、火天堂。貴様も虎の子というわけか。話してわからないような奴とは戦うまでよ。絶対に外さないわよ。